ですね。ああ、いいですね。ほう。大きいですか、それ。これでもう一回考えてきて。はい。はい。今日は総勢11人でした。ああ、集まりましたね。いつも11個。すごい。そう、なんかそんだけ大々的にやってるのって。はい、なんか警察から注意受けたりとかなんないんですか？ああ、なんなかったですね。あ、そうなんですね。その人が歩くところでやらなければ。ああ、なるほど。そう、最初俺ちょっと人の歩くところで一人で置いたら、速攻走って注意されたんで。ああ、はいはいはい。で、後ろに下げてやったら何もやらなかったんで。ああ、あるんですね、その場所的な。はい。ですよね。ああ、気持ちいいですね。最高の気持ちいいですね。ああ、なんか頭痛がスーッと引いていくような感覚が。おお、いいですね。ちょっと辛いですか？そうですね。大丈夫ですか？ちょっと辛いですね。ちょっと辛い。いやー、いいっすね。すごい首も張ってますね。そうなんですね。いいですかね。まあこういう反応はまた。野村さんが喜ぶ。個人を喜ぶようになって。もう一人を特定で狙ってます。そういうわけじゃないですけど、ね、でもまあ、一人いるってことは、隠れて何十人、何百人いるってことですからね。はい。聞くわ。あ、結構でもほぐれてきましたね。あ、本当ですか。早いですね。ああ。よし、よし、よし、ね、やっぱりね、あと書き込んで言うとね、はい、ご意見言っていただけるとなんかちゃんとそういうふうに沿ってやってあげたくなりますよね。あ、そうですね。ね、ありがたいことです。ゴリゴピンポイント。おお。
もう硬い。そうですね。ふわ。痛いですか？いや大丈夫です大丈夫です。もうなんかもう本当にふわって感じ。6時間ぐらい立ちっぱなしでしたからね。あ、そうですか、うん、そっか、お客さんも座らせるのであって、自分は座れないですね。そう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 です。11時頃行って、5時頃解散だったんで、まるまる6時。あ、そうですか。え、お昼ご飯とかは、あ、あのゼリーで俺は。あ、そうなんですか。マジですか、朝はね、それなりに食べてきますけど、お昼はね、やっぱお腹いっぱいになっちゃうとね。まあまあ確かに。だらくなっちゃう、ね。確かに。うわ、買ってけど、まあ、くだくだ。ああ、でも買ったいな。よくはないな。よくは全くないですね。マシな方です。まあそうなんですね。まあ、比べればね。はあ。絶妙な力な、ちょうどまあ我慢できる痛いぐらいな、もうなんか首の皮一枚つながってる感じがなんともね。そうですね、こう喉元にナイフ突きつけられて、こう切るか切れないかぐらいかな、このなんかスリリングな感じ、スリリングな感じ。うん、気持ちよくなさそうですけどね。いやでも絶妙な力加減でいいですよ、本当に。だからこれ以上行くと痛いってなるんだよね。そうですね。一歩手前のところ、一歩手前のところがちょうどいい感じ。うわー、そうそう、本当ギリギリ、本当、本当ギリギリ。でもかすかに、かすかになんですけどね、本当に押し加減としてもほぼ入れてないんですけど、ここが仕掛けがすごいので、すごい。やっぱこれがね、やっぱり、ね、できる人できない人の、ね、差ですよね。やっぱりさすがですね。なんでもグリグリやりゃいいと思います。ああ、そうですね。ここをグリグリやられたらもう、ね、ダメです。完璧に揉み返しますから。ね、うわーってなりますよね。いや、なあ。ああ、気持ちいいですね。なんか。こっちについてるのでね、ここまでやってあげると。おお、なんか痒いところに手がついてる。いや、あ、気持ちいい。あ、でも60分短いっすね。もしよかったら10分足します。10分足します。ありがとうございます。ちょっと10分足しましょうかね。すいません、なるべく最短時間でやりたいところですけど、まあ、やっぱ飛ばせない、飛ばせないところは飛ばせないですよね。そうですね、あ、でも凝り方がやっぱり違いますね。違いますか。うん、触られた感じ違くないですか。いや違います、なんか、ね、こっちはね、コリコリがないんですよね、うん、また別のところが凝ってるんでしょうね。そうですね、うん、ちょっとやっぱり体重の乗せ方とか動かし方が左右で結構違ってそうですね、うん、半端ですね。
伸びない側ですよね、こっちね。そうなんです。そうなんです。最近こう触られてもね、大丈夫になったんですけどね。あ、そうでしたよね、苦手でしたよね。そうなんです。前回めちゃめちゃ痛くて。そんなに痛くはなくなったんですけど、やっぱ伸びないですね。